ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ。鉄。大丈夫です。一っ子一人いません。サージ。こっちもオーケーです、親父。よし、降りろ。俺らもすぐ離れる。恩に切る。病。極道門がその年で親孝行できるなんてよ。お前はついてる。ああ。俺だ。春日だ。専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな。さすがは日本の悪の組織。違います。影の権力者ですね。大して印象変わんねえけどな。ようこそ。よくご無事で。そしてあなたが茜さんですね。え？我々はずっとあなたを探していました。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。なっと花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。さあどうぞ。え、何ですか千歳さん。今誰かに電話しようとしてなかった？してませんけど。なんだよ、どうしたんだじいちゃん。本当ですよ。急にどうしたって言うんですか千歳さん。スマホ返してもらえますか？千歳さん。ちいちゃん。この人はね、一番外にいる仲間に連絡する気なんだよ。茜さんとラニを見つけたって。は？ごめんねみんな。私はずっとこいつに脅されて逆らえずにいたの。ダメだ、なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。千歳さんはこの間会ったばかりの人らしい。何すんだい。この人の足はちゃんと動く。車椅子なんて必要ない。一番には昔車椅子の友達がいたんだよね。荒川正人っていう。思い入れの強い人だったんでしょう。その人との思い出に付け入るためにこの車椅子は小道具として使われたんだよ。おいおい待てよ。それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いやそんなことは。俺振りかどうかくらいわかる。エイちゃんの足は間違いなく。エイちゃん。よかった、やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね、俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど。どうやら海老名さんの言う通りだったな。海老名、そりゃ
青龍会の海老名のことか。そうそう。お前は誰だ。ドワイト。全部バレた。この場所も、アカネさんとラニがここにいることも。残念だよ、富士宮千歳。お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ。それが何を意味するか、前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前。一番、ここはもうダメ。すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。ラニ、アカネさん、ラニ。くそ、くそ、あら。みんな、大丈夫か？気を失っちゃいるが、大丈夫だ。こっちは、ダメだった。花輪さんも、モンも、やられちまった。死んでる。なんてこった。そんな…連れてかれちまって、すんません。全部俺のせいです。エイジがセーフハウスの情報をドワイトに流していた。それに
清流会の海老名と通じているようなことも言っていた。合っているか？はい。ドワイトと通じてるってことは、その上のブライスともつながってるだろう。つまりはエイジ、パレカナのブライス、清流会の海老名、こいつら全部がグルだったってことか。こんなことになっちまって全部俺の責任です。ヘイちゃんがまさか。相手はお前と荒川雅人とのつながりまで把握して車椅子を偽装していた。そこまで周到に張られた罠は見抜けるもんじゃねえ。だから自分を責めるな。けど花輪さんとウォンを死なせちまって、あかねさんにも怪我をさせて、ラには連中にさらわれちまった。ああ、事態は最悪だ。それは受け入れないといけねえ。だけどな、カスカ。なら、なおのこと顔を上げろ。俺たちみたいなのは、ずっとそうやって生きてきたろ。千歳、俺はまだ話が飲み込めてねえ。お前がエイジに脅されていたってのはどういうことだ？ごめんなさい。あまりゆっくり話している時間はないんです。警察ももうすぐ来るだろうし、ここを離れないと。でもこれだけは桐生さんにも一番にも今言わないと。ちいちゃん、たたらチャンネルあるよね。でっち上げの告発で一番たちの生活をめちゃくちゃにして桐生さんの素性を暴露した。それがどうかしたのか？あのチャンネルで喋ってる VTuber たたらひそか、あれは私なの。なんだって？こういうこと。はい、どうもたたらチャンネルです。今日もすごいタレコミが入ってましたよ。なんとハワイで堂島の竜を発見。その声はちいちゃんが。たたら、そう、エイジがスクープのネタと台本を用意して、私がたたらひそかとしてそれを発信する。それが今のたたらチャンネルなの。信じないわけにはいかないようだな。だがそんなところにもエイジが噛んでいたとは。キリュウさんの言った通り、エイジとエビナはつながっています。エイジはエビナの指示で動いているんです。そしてエビナはパレカナとゴミ処理のビジネスでつながってる。そのことはエビナから直接聞いた。話はつながったな。あいつらはラニと一緒にいるアカネさんを見つけたかった。彼女をおびき出すために一番をハワイへ行かせるように仕向けた。その監視のためにエイジは飛行機で一芝居打って一番と関わりを作った。私がみんなと一緒になったのも。ちいちゃん、改めてブライス、エビナ、エイジがグルだったのは間違いなさそうだな。それに沢城、頭も。ああ、エビナとタタラチャンネルで出て俺の素性を暴露した。そうだぜ一番、こっちも散々な目に遭わされてんだ。いや、ちょっと待ってくれ。そいつはなんかおかしい。何がだ？うまく言えねえんですけど、頭が茜さんを危険にさらすような真似するのかなって。はあ？
あいつは何だってやるだろう。裏切りといや沢城城ってくらいの筋金入りじゃねえか。そもそも昔は荒川にバレねえように茜さんを殺そうとしたんじゃなかったか。そん時の動機は自分の子だった若を青木亮を守ることだけど、今頭に残されてるのは荒川のおやっさんへの義理だけだ。だからやってもいねえ殺しで無所にも入ってたんだろ。今の頭がおやっさんの愛した人を罠にはめたりしねえ。そうか。一番早くここはもう行かないと。キリュウさん、頭は俺にハワイへ行くように言った時頭を下げてきたんです。沢城城はどんな目的でも芝居なんかで俺に頭下げたりしねえ。そんなことは絶対にありえねえ。頭はてめえの人生のやり残しとして茜さんに俺を会わせたかった、その一心だったはずです。沢城は海老名の本当の狙いを知らされてなかったってことか。はい。だとしたら海老名と沢城は一枚岩じゃないってことになる。桐生さん、頭と話をしてもらえますか。俺はこっちでラニを追いかけます。早く追いかけないと取り返しがつかなくなっちまう。分かってる。お互いにやるべきことをやろう。何かあったらまた連絡します。何にせよ沢城と話す必要があるな。もう他の雑魚どもから聞き出せることなどなかろう。じゃあ清流会への殴り込みは一旦中止。ああ、だが沢城の連絡先を知る必要はある。おい、話は聞いていたろ。あいつの連絡先は分かるか。ふざけろ、誰がそんなもん。言いたくなるまで付き合ってやる。聞く相手を間違えてる。偉人町で起きていることは私に聞け。沢城の連絡先も私が知ってるよ。助かる、ソンヒ。どうかしたか、サイコ。エイジって人にこっぴどく騙されたんですよね、一番。ああ。なのによりにもよって沢城のことはまだ信じてる。あの沢城ですよ。海老名とグルって方が全然納得いく。でも桐生さんは一番の言うこと信じてあげるんですね。それがあいつのいいところだ。お前もそう思わねえか。ずるくないですか、その返し。何にせよ今沢城がキーマンなのは確かだ。ですね。よし、行こう。そう、最悪な時こそ顔を上げねえとな。